こんばんは、やる気先生こと中村です。前回の動画でですね、次の英検どっち受けようかなと、もう締め切りが近づいているんでね、早よ準1級受けるか1級受けるか、どっちか決めなあかんなみたいなこと言ってたんですけれどもね、ついに決めました。で、次の英検は準1級を受けます。で、その理由なんですがね、今現在は英検1級の本を使ってね、勉強しているんです。で、これだと思ったことは、一級ってね、まあもちろん語彙力も大事なんですけれども、それよりもちょっとまだまだ自分は瞬発力が足らんなと思って、例えば英文とか読んでても、なんか一回で頭にね、こうスッて入ってこんかったり、リスニングとかでも問い取ったら、なんかこうもう悩んでるうちに次の放送が始まるとか、とにかく瞬発力が足らんなと。で、このやっぱ瞬発力が足らんっていうのは、英検準一級レベルをまずはしっかり固めて、英検準1級レベルをもう楽勝ぐらいにできるようになったら自然とついてくるんじゃないかなと判断して、それで英検準1級をね、まずしっかり固めるためにも受験しようと決意しました。なんでここからね、本番までの対策はもうやはり過去問ですよね。過去問買いました。で、最初オーブン社の過去問を買おうと思ったんやけど、オーブン社の過去問ちょっと衝撃的なことがあって、あのリスニングの CD がついてへん、ついてへんというか別売りらしいんですよ。ほなもう2倍ぐらい値段かかるやないかと。で、これはもうこの1冊でもちろんリスニング、これ多分もうオーブン社の当て付けでしょうね。6回分のリスニング問題を完全収録した CD3 枚付きと、当て付けなんでしょうね。で、なんでこんなオーブン社さんはそんなことしてんやと。で、そこでこう以前聞いた噂を思い出して、あのオーブン社さんと英検協会ってどうやら近くになんか会社があるらしいと。で、それをはって思い出してね、こうホームページ調べてみたら、なんとすごい驚いたことに、もう住所が全く同じやったんです。で、それでなるほどと、ね、だからなるほど、対策本は相当クオリティ高い。やっぱりこの1級のこの集中全部使ってても思ったんですが、もうめちゃくちゃこれいいです。だ、対策系はオーブン社さんのやっぱいいなと。まあね、やっぱビルが近いということは、というか同じ住所ということは、ね、憶測ですが、まあ、なんか困ったらすぐにいろいろ聞けたりするんでしょうね。で、代わりにやっぱ過去問みたいなのはね、まあもうそんなにオーブン社さんは企業努力せんでも、もう有名やし勝手に売れていくやろと、それでそんな頑張ってへんかなとか勝手に憶測しました。で、ここから約あと1ヶ月、本番までの勉強ですが、もうこの過去問ばかりです。これをテスト形式で時間計ってやって、で丸付けして理解して、多段知識を明確にして補って、で全部アプリに入れてるんでね、このアプリを使って、単語を叩き込んでいくと。もうそれで本番まで練習していこうと思います。ということで、英語や数学に限らず何かに挑戦されている方、共に頑張っていきましょう。ほなまたー。